こんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回はスティックの話なんですけど、これはもうドラマーさんだけに見てもらえればもう私は大満足です。なんとそのメーカー品のスティックが5分の1から10分の1で購入できるっていう話です。最初にお断りしておきますが、そのメーカーがいいとか悪いとかっていう話は私は一切しません。同じものを買うのであれば安い方がいいに決まってますから。で、ドラムスティックって本当消耗品なんです。私が使ってるプロマークの、747っていうシリーズなんですけど、ちょっと激しく叩くと折れる、一曲で折れる時もあるんですよ。持つ時は持つんですけど、折れる時はやっぱりその木なので当たり外れがあるというか、まあそれは仕方ないですね。もうスティックはもう消耗品です。もう何年も使えるっていうことはもうまずないんです。もう必ず折れてしまいますので、それで私はまたお得意のですね、アリエクスプレスでこのカーボンファイバーのスティックを購入したのです。1年ぐらい前です。これで、これがその当時、ちょっと今のデータをお見せします。735円で、送料込みになって、あ、送料は別ですよね。で、735円という金額が出てると思うんですが、私が買った時はもっと全然安かったね。いくらだっけな、550円ぐらいです。このスティックはだからその1年前に買ったやつなんです。で、全然使ってないっていうか、何セットか購入したので、まあこのスティックはまだ全然使ってないんです。他のスティックはもちろん、使ってますけど、送料込みでいずれにしても全然安かったんです。で、カーボンファイバーっていうから、本当にカーボンファイバーなのかと思ったら、このスティックはこのグリップエンドが外れます、すぐに。なので私はこれを接着剤でもう一回付け直しして、で、その付け直しするときにこの一番最後のそのバリの部分、これがこの当たるんですよね、ここに。なのでこうヤスリで削って、まあ使ってはいたんですけど、ある日 YouTube でドラマーさんのユーチューバーの方がこの今映ってますよね、テクラっていうんですかね、これカーボンプロ 5A、 このスティックがめちゃくちゃいいという宣伝の動画があったので早速買ってみました。で、私はサウンドハウスで買ったんですけど、まあ3000円弱です、ペアで。で、アマゾンで確か4000いくら。今は、はい、ご覧の通りもう取り扱い中止になってるんですけど、あと、ヤフーショッピングで見ると、これがまた高いんですよね。ペアで7000円とか、5000円とか7000円とか、とんでもない金額で今売ってるんですけど、もう一回言います。735円、送料が、今は送料が入ってるので、まあ約1000円弱ですよ、送料入れて中国から。こっちは数千円するんです、これ。まあはっきり言います、全く同じやつです。重さもサイズも作りも、で、この後ろの蓋開けた時、中が空洞になってるんですけど、全く一緒、肉厚を測ったんですけど全く同じです。重さも一緒、このチップ部分の作りも、穴が開いてる作りも全く一緒です。同一製品で間違いないです。なのでどうせ買うのであれば、で、このテクラというメーカーはイタリアらしいんですが、相当研究をしてこのスティックを作ったようです。なので値段も張ると思うんですが、まあ
これちょっとこうしなるんですよね。ドラム叩いてるとこのしなりが確かに伝わってきます。そしてカーボンファイバーということでアリエクスプレスではこの色違いもあります。これもあれですね、グリップエンドが1回外れてるので、あ、これも付け直しをしました、私が接着剤で。まあよくありますよこんな話。中国だとまあどっちが多分 OEM でこのメーカーがですね OEM, OEM で作ってるやつをまあ印刷をして販売してるんだろうと思います。でこの私が買ったこのスティックメーカーの方はだからもうこの目この工場が作ってるんですよ、間違いなく。逆にイタリアで作ってるスティックを中国で輸入してアリでね700いくらって出すってことも考えられません。普通逆です。中国で作ってもらってまあこのねスティックの銘柄を印刷して売ってるっていう感じだと思いますので、もし興味がある方は絶対こっちで買った方がいいです。あのアリエクスプレスで本当に全く同じですから。ただちょっと一つ気になることがあって、カーボンファイバーってこれはもちろんスティックじゃ ないんですけど、これは本物のカーボンファイバーです。撮影で使うその何ですかこれ、あのジンバルのアームのアームっていうかその元の部分なんですけど、非常に軽いです。でこのスティックは一応名目上はカーボンファイバーってはなってるんですけど、先ほどお話しした時にこのグリップエンドをヤスリで削ったんです。カーボンファイバーを削ると粉末になるんですよね、細かい粉末に。こっちはあの塩ビパイプを削った時と全く同じ削りカスになります。なので私が思うにこのカーボンファイバーというよりは樹脂に塩化ビニールにカーボンを入れカーボンの粉末を入れてるのかなと思います。耐久性は間違いなく高いです。耐久性は間違いなく高いんですが、あの音の話をすると細かいフレーズをやる方には全く向きません。シンバルの音、特にハイハットの音があのウッドのスティックに比べると全然悪いです。要はそのまあ分かりやすく言うと塩ビパイプでシンバル叩いてる感じなんですよね。ちょっと今あのついでに持ってきたんですけど、私が使ってるこれがですねアヘッドっていうメーカーですね、イーストンアヘッドのジュラルミンスティックなんですが、こっちは音がいいんです。めちゃくちゃいいです。これは音でパワーも出るし音もいいんですが、同じその何ですかウッド以外の素材で比べると、まあだから 5A だとこれですよね。まあ同じなんですよ、サイズ的にはまあ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 一緒なんですけど、音は全然こっちのアヘッドの方がいいです。かなり音がいいです。このカーボンファイバースティックは重いんですよね、音が。で軽く叩いても重いです。なのでまあ練習にはいいんじゃないですかね。練習とかもヘビメタみたいにもうね細かいフレーズどんどんこうのじゃなくて、もうパワーとスピードで勝負だっていう人はもう全然ありだと思います。これ折れませんから、アヘッドは折れるんです。これパキーンって、こっちは高いんですよ。これ1セット今いくらするんだろう、6000円ぐらいしますね。前5000円ぐらいだった、今もちょっと値上がりして6000円ぐらい。この700円のスティックは折れないです。スタジオ入るときとか練習には最適だと思います。レコーディングには向かない。私はその、まあ、ドラムの動画撮るときはこれを使うことはないですね。なんか音がやっぱり今一つっていう感じなので。ということで
もしドラマーさんの方でこのカーボンファイバーのスティック気になるっていう方はぜひアリエクスペレスを見ていただいて購入されたらいいと思います。キャンペーンの時なんか送料無料なんてなってます。約2週間10日から2週間で日本に、到着する感じですかね。ということで同じものを買うのであれば1円でも安く経済的にいきましょう。ご視聴ありがとうございました。